今回はこのおすすめのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとパソコンを接続して各種設定やパラメーターなどを調整したり見たりする、そういった方法を解説していきたいと思います。私が独自に考えた長寿命化するための、設定値、そういったものもお伝えしたいと思っています。私も8年ほどオフグリッド発電をやっていますが、このように安くてなおかつ安全でなおかつ大容量でというふうなバッテリーは今までありませんでした。でもおすすめなので、そういった点も解説できたらと思います。ぜひご覧ください。まずはじめに、このおすすめのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの紹介を簡単にしたいと思います。まずですね、レアアースを電極にほぼ使っていないので価格が安いです。そして、安全性が高いというのがこのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの特徴ですね。またこの6000サイクルというこの長寿命ですね、毎日充電しても12年ほど使えるので、そういった長寿命のところが良いです。このバッテリーはですね、ここにパネルがあります。でこのパネルでバッテリーの状態を、すぐに一目で確認できるところが良いです。で今のようにディスプレイは自動消灯するので、省エネですね。でまた、このバッテリー自体は並列接続で2個3個とつなげて使うことが前提の設計になっていますので、2個3個とすれば容量も2倍3倍となっていくので、拡張がとても楽です。合わせてこういうふうにパソコンと接続が可能なので、設定や、各種のパラメータなんかも簡単に確認することができます。こんなふうに使い勝手が良くて、5kW の容量があって20万円台ですので、私も今建築中のオフグリッドハウスに2台は欲しいなと思っています。それではパソコンとバッテリーを接続していきたいと思います。付属のこの USB ケーブルを使います。でこの LAN のコネクタのようなこの形状のコネクタをこちらに挿します。ここで注意なのですが、電源を入れておくことが、必ず必要です。このボタンを押して電源をオンにしておきます。でこの状態でこちらの USB をパソコン側の USB ポートに接続します。それではここからパソコンの画面に沿って説明していきたいと思います。 PC のソフトウェアを概要欄のリンクよりダウンロードします。無料です。概要欄にリンクを貼っています。ソフトウェアをダウンロードしたら、すべて展開をしてフォルダを展開します。展開されたフォルダの内容はこのような内容になっていると思います。 USB2485 をダブルクリックしてドライバーをインストールします。ドライバーのインストールが成功したら DR220413 のフォルダを開きます。 DRStartapp.exe をダブルクリックして開きます。Microsoft Edge や Google Chrome などご自身のパソコンの規定のブラウザが開いて、このようにパラメーターの画面が表示されると思います。画面右上のシリアルと書かれたところのプルダウンメニューをクリックして COM3 など COM と書かれているところに数字が一緒に書かれていると思いますので、そこをクリックして選びます。隣のプルダウンメニューのボーレートは19200を選びます。選んだ後にシリアルオンを押すとバッテリーと接続を開始します。接続がうまくいけばメーターのところに色がついて接続されたことがわかると思います。接続がもしうまくいっていない時の画面はこのようになります。1000の数字は増えますが、ファースドは0のままです。こういった場合は接続がうまくいっていません。Windows Defender が邪魔をしていて PC アプリが接続できていないことが多いです。通知アイコンの Windows Defender をクリックします。するとセキュリティの概要という画面が出てきます。 Firewall とネットワーク保護をクリックします。 Firewall によるアプリケーションの許可をクリックします。設定の変更をクリックします。許可されたアプリ及び機能の一覧の中で DR-application.exeというものがあるかどうかを探します。左側のプライベートの方のチェックアイコンがチェックついていないことがよくありますので、これを見つけてチェックをします。チェックしたら画面下の OK をクリックします。ソフトウェアの画面に戻ってシリアルオンのボタンを押すと正常に接続できると思います。パラメーターの変更の前に
英語表記ではなく日本語表記にしておくと分かりやすいので、日本語訳にして表記するようにします。右クリックを押して日本語に翻訳を押すと、Microsoft Edge の場合、日本語訳に変換することができます。パラメータをクリックします。するとパラメータ画面に移動します。すべて取得をクリックして現在のバッテリーの設定を読み込みます。読み込まれると各種の設定項目に数字が表示されます。今画面に表示されているのが私が長寿命化に期待できると考えている数字です。あくまでも私個人的な設定値ですので参考程度にご利用ください。リチウムイオン電池は0度以下で充電すると寿命が大変短くなるというふうに言われていますので、0度以下では充電しないように配慮した設定値にしています。注意点としてはディレイと書かれているところの設定値は変えない方がいいです。これは BMS のデータシートに基づいて設定されている数値になります。設定を変更したら、すべて設定のボタンを押します。パスワード入力画面が出てきますので、6を6回入力して、従うボタンをクリックします。警告と書かれた確認画面が表示されますので、再度従うボタンを押すと設定が更新されます。更新されると、すべての項目の横に緑のチェックアイコンが表示されます。実際に充電時にどのような形でこのパソコンの方に表示されるかを見てみたいと思います。今回はソーラーパネルではなくて e サイクルの充電器でこのバッテリーを充電しています。ですので充電電流値は低めの 2A になっています。こちらで今確認できると思います。 2.1A で今充電していますね。電圧は 52.4V ですね。パソコンの画面上で見ると、同じように今 2A で充電しているのが確認できますね。電圧が 52.4V です。このようにセルのそれぞれのセルの電圧が今表示されていて、一番低いのがオレンジ色で表示されています。一番高いのが緑色で表示されていますね。各種のこの温度などもすべてここで一目で分かるようになっています。私も今建築中のオフグリッドハウスにはガレージの方にソーラーパネルを 3kW 設置して、でこのリンサ鉄リチウムイオンバッテリーも2個搭載しようと思っています。電気代なんかも高騰しているので、こういったオフグリッドに興味がある方っていうのは増えているのではないかなというふうに思います。イソラではそういった DIY 発電をやりたいという方を応援するためにオフグリッド応援プロジェクトというのを始めました。詳細が気になる方は概要欄をチェックしてみてください。今回は以上です。質問などがあればコメントしてみてください。ご視聴ありがとうございました。